ソニックは台湾のブラックメタルバインド。英語名のソニックはギリシア神話の地下の神、クトニオスを意味する。1995年、当時大学生であったフレディ・リムを中心に、高校や大学の友人と共に台北で結成。幾度のメンバーチェンジがあった後、1998年にファーストシングルの進行をリリース。同年、ファーストアルバムのソ 霊の流をリリース。セカンドアルバムの霊白の境を2000年にリリース後、同年のフジロックフェスティバルで初来日。2002年にサードアルバムの英語臨界をリリース。2003年に映画フレディ VS ・ジェイソンの中国五番テーマのサタン s ムを書き下ろし、同年台湾のグラミー賞とも言われる音楽賞の金曲進むで最優秀バンド賞を受賞した。 2005年に、無者事件をテーマにした、サイ・イザオカツ・トモエ、ライをリリース。2007年に、インディペンデンス・ディーで来日、同年、オズフェストに参加し全米をツアーした。2009年に、プロデューサーにアンスラックスのロブ・カッチ・アーノを迎え、2.28、事件をテーマにした、充電をリリース。2010年10月にラウト・パークに参加。2011年7月に、 高砂義勇兵をテーマにした、高砂軍をリリース。同年同月来日公演を行った。2012年2月、オズフェストで進行を持った、ラム・オブ・ゴッドと日本と台湾でツアーを行い、同年7月2度目のフジロックフェスティバルに参加。2013年3月、高砂軍完全再現ツアーを行い、同年5月には、ナチスドイツと、 中国国民党による中毒合作をモチーフとしたハヨルザムを収録したアルバム竹のりをリリース。こう一点のベーシスト、ドリスエチベットの肌を掲げるフレディリムシバシはブラックメタルに分類されるが、実際はフォークメタルやバイキングメタル、メロディックデスメタルの要素も多分に含まれている。また、ニコや台湾の民族楽器などを使っており、オリエンタルメタルとも言われる。 独特の世界観を形成している。初期や中期では、コープスペインと押していた。歌詞は、台湾の歴史や伝説をモチーフにしており、武者事件や2.28事件、高砂義勇兵も取り上げる。台湾独立派であり、チベット問題やウイグル問題について中華、人民共和国を通列に批判している。あるライブ中に、国民党の旗を燃やすパフォーマンスを行った、フレディリムドリスイエ、 ありがとうございます。